はい、アニチャさんの、ゾンダです。何回かリメイクリメイクリメイクの嵐で、どん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 格好が別物に変わりました。あ、今羽なんてこうなってんだ。いやもうわけわかんねえな。どっから行こうかな。前か。ナンバーもばっくり、折っていて、もう全部がワンフと思うんだけど、結構綺麗なカーブでできてます。ワンオンにしてすげえ手がかかってる。ワンオンにしちゃうっていうか、自分がワンオフだったらここまで綺麗に作らないです。ミラーの造形もなんか細けえな。上までね、なんかボコボコつけてる。そんでもってホイール、これすごいでかい、でかいけどあったサイズ20インチ245/30/20 でブレーキが380ぐらいの、ローターにエンドレスの6マットかな、なんかわかんない、えらいでかいのがついてます。ちなみに、なんだろう、このホイール、よくわからない。そんでもって、エアーの抜けはね、超いい感じ。ものすごい抜ける。ああ、見りゃ見ることすごいな。ちょっとなんかはみ出してるけど。何かはみ出してで、サイドステップも、ワンオフで、本当綺麗に作ってんなこれ。さすが。で後ろタイヤがね、335/25/21/25なんてあるんだ今。多分オイルはね。13J とか入ってんのかな、 14J とか、よくわかんない。ただそんなあのアホみたいに張ってないから、走れば悪くないと思う。これはあの見せかけ車だとすごい張っちゃうんだけど、これちゃんと考えてさすがやってます。後ろでね、ローターがね多分355くらいで、これエンドレスの、4ポットアームが木に塗ってんな。で、ちなみにこれがパーキング用ブレーキです。で、後ろが微妙にマクラーレンっぽい感じでやってます。なんかすげえな、マクラーレンっぽい感じというか、クライスラー系というか、マフラーが、溶接のビートも、まあいい感じで乗ってますね。で、ディフューザーもかなりゴツく作ってます。レースカーっぽい感じです、作りが。で、これマフラーカッターっていうのかな、左右から合流して、まあでもいい感じで、つながってます。で、羽はこれも超ワンオフ。
ワンオフステイになってます。中はね、ちょっと本人が、山田さん本人が向こうにいるのでちょっと開けてもらえないんですけど、カーボンでなんか全部作って、センターコンソールの辺かな。ここで定番のここはエルメス、革は全部エルメスになってます。すごい懐かしい、これいや、見りゃ見るほどすげえ。しかしこの造形もね、よく考えつくな、こういうの、発想が貧困な自分じゃ絶対考えつかないな。マニア向けパガーニ、ガラスの安全基準。あ、俺自分捨てんじゃん。そんな感じで、A チームさんの、頭の、アジャさんでした。